旧伊藤伝右衛門邸主や旧伊藤伝右衛門邸の庭園福岡市展示の尺道御殿から移築された長屋門旧伊藤伝右衛門邸は福岡県飯塚市幸い袋にある伝統的建造物。炭鉱経営者であった伊藤伝右衛門が大正時代中期から昭和初期にかけて自身の本邸として造営したものである。門は 福岡市天神の尺道古典から移築されたもの。庭園は旧伊藤伝右衛門市庭園として国の名称に指定されており、建物とともに一般公開されている。また、建物は2020年に国の重要文化財に指定されている。旧伊藤伝右衛門市庭園は旧伊藤伝右衛門邸の庭園である。 邸宅南側の橋山しを中心とする広場、建築群に挟まれた中には、邸宅北側の主庭の三つの部分で構成される。このうち、主庭は、母屋からの展望をも考慮した、海遊式庭園である。2011年9月21日付で、国の名称に指定された。天衛門の二度目の妻、柳原白蓮が嫁入り、道具として持参した石道路が残る。 伊藤伝右衛門邸の建物は旧伊藤家住宅の名称で2020年に国の重要文化財に指定された。指定対象は以下の7棟。伝右衛門の死後は所有者が変わり、一時は取り壊しも検討されたが、飯塚市への譲渡が決まり補修工事の後、一般公開されている。なお公式サイト及び入場券の旧伊藤伝右衛門邸の表題は、 同じ地区法の石炭王の末裔である、麻生太郎の記号によるものである。旧、伊藤伝衛門邸では、飯塚市観光協会などの主催で、各種イベント会場となることが多く、飯塚稲の祭りや、各種企画展が開催される。将棋の女流王位戦の対局場としても知られており、2014年5月21日には、第25期王位戦対局が開催された。 2017年4月20日に敷地内にある飯塚観光協会が運営するお土産売り場がミュージアムショップ白蓮として新装開店。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。